紀戦時代のモ2 5系2 8キキタケーベン鉄道後継電車はキキタケーベン鉄道が開業時に申請した木造に軸端車である。本校では同時に申請されたお姿についても記述する。1914年にキキタケーベン鉄道が中節北方間を開業した際に導入した日本車両製造製の木造オープンデッキ構造に軸端車である。 車体長が異なる高型とお付けの2種類が存在し、このうち V10V という側面窓配置の高型は、軌道単車としては、比較的大型で、名鉄各線の前身会社が保有した軌道単車の中でも最長で、屋根構造は当初客室部のみ、ダブルルーフ構造となっていたが、高型のみ1937年5月に、運転台まで屋根を延長し、 他の市内先端車と外観を統一している。製造を当初は、ゼネラルエレクトリック製の電気機器やブリル車製の台車を装備した。1921年に、ミノ電気軌道が利きた軽便鉄道を併合すると、翌年には、後継及びオツ型は、ミノ電気軌道の不板体系に組み込まれ、G13 から17号、G19 号に改版する。さらに、貨車の連結や建設中の黒の、 イビエの延長を運転に備えるため、1925年には、モーターを従来の GE 製から、市内線車両が装備する、イングリッシュエレクトリック製の DK-13A に換装し、D13 から17号、D19 号となった。しかし、D13 から17、19号は、鏡島線運用時代に乗降ステップが新設された。現 名古屋鉄道誕生後の1939年4月には、元、おつけいである D15、D16 号が満州国、新京支電に売却され、残された4両には1941年の形式称号改定によりも15型という形式称号及び車番が与えられた。同時期に、戦時輸送強化のため総当選への転属が決まったが、 稼働不能のモ16は一旦転属が見送られた。転属に際して特に改造は行われず、ソアズマ線では使用しない、方向膜や中央干渉連結機といった機器も搭載されたままであった。モ15系の投入により、ソアズマ線の輸送量は増加したが、戦時輸送の国士によりモーター故障が頻発するようになり、戦後は予備役となっていた。名鉄は、 ソアズマ旋回量の一環として、1947年にも16、含むも15軽前車のモーター乾燥を実施。竹花線で使用されていた、D1 型が装備していた、東洋電気製造製 TDK-580F と交換したことで、稼働率が上がり、乾燥前とは、対照的に機船の主力車両となった。1949年の番号整理でも15、 型はも25型に改版した。その後、機船車両のビューゲル化工事が1951年に実施され、工事期間中の予備車が必要になったことからも26が改めて機船に転属した。ビューゲル化工事を前後して、車体色やヘッドライトの移動などが行われたが、その内容は各社ごとに異なっており、例えば車体色は上半分クリーム、下半分グリーンのツートンから、 ダークグリーン一色に変更したものの、も27やも28は、帰船廃線前までに、元のツートン色に戻っていた。1953年6月に、帰船がバス化実験に伴い休止されると、も25も26が、一旦、新川工場に改装された。も27も28及びも40系の6両は3畳分庫に、そのまま保管されたが、すぐにも25型。 もう40系全車両とも、トロリーポール化改造を受け、同年8月に開催された、岐阜の花火大会輸送のため、岐阜市内線の増発列車に充当された。帰線は、翌年バス化されたため、もう25型はそのまま、岐阜市内線に残された。1954年9月には再度ビューゲル化されている。戦術のビューゲル化以外にも、岐阜市内線での運用に合わせて続行等の廃止や、 微灯、フェンダーの変更など小規模な改造が施されたが、オープンデッキ構造には手を加えられず、最後まで上高扉は取り付けられなかった。そのため、岐阜市内線では、多客寺以外にはあまり使用されず、保存が検討されたも26以外は1959年5月までに廃車となった。本形式は製造当初のオープンデッキ構造が残っていたことが評価され、博物館、 明治村で胴体保存することが計画されていた。そのためも26は1963年8月の廃車後も岐阜工場にしばらく保管されていたが、京都市電の狂気1型を京都市から授受,受し、これを胴体保存することにしたため、も26の保存計画は白紙となり、1967年に岐阜工場で解体された書籍雑誌記事ありがとうございます。